皆さんご機嫌いかがですか。車好きのパラダイスザモーターウィークリー DJ の藤本恵美里です。今日も30分間ディープな車の話題で盛り上がっていきましょう。さあ今回のザモーターウィークリーは昨年軽自動車業界に旋風を巻き起こしたホンダ N1 を取り上げます。他の軽自動車はもちろんコンパクトカーまでライバルとしたホンダの自信作 N1、 その魅力をたっぷりとお届けします。コメンテーターはこの方です。モータージャーナリストの石井正道さん。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやー、ホンダの N1 をようやく、そうですね。この番組で取り上げられるんだなーと、うん。なんか番組スタッフの中でもファンが多いみたいですね。そうなんですよ。はい、うるさいぐらいなんですよ、ほんと N1、N1 って。なんか今日悪口言うとすごい叩かれそうで、怖いんですけど。そうですよね。はい、確かに。大丈夫です、大丈夫です、はい。みんな見た目は怖そうですけど、根はいい人たちばっかりですから、番組スタッフね。はい、そういうことにしておきましょう。そうですね。さあ、そしてメッセージいただいてます。ラジオネーム、アントンさんです。東京都にお住まいの方。ありがとうございます、はい、毎週この番組を聞いてから寝ています、とっても面白い番組ありがとうございます。車が好きになりました。でもこんなに毎週いい車ばっかり出てくるので買い替えられませんというメッセージ。なるほど、僕もよくわかりますね、うん、ね、迷いますよね。これ買おうかなと思ったら次にもうちょっと先にこれ出るなと思ったらどん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 買い替えられなくなっていくんですよね。そう、うん、そうなんですよね、で私こうやって皆さんからもう直接その車の良さばっかり伺ってるじゃないですか、はい、もう全てのことを、はい、となるとね余計に迷います。そうですね、でもぜひね、なんか番組を聞いてやっぱりこれだなっていう一台に出会ってほしいなというか、ピピッと来たやつをね、うん、もう迷わず買うっていうのがいいと思いますよ。そうですよね、はい、アントンさんありがとうございました。さあ皆さんからのメッセージまだまだ募集しています。メールアドレスは mw@nintafm.jp mw@nintafm.jp です。番組の感想はもちろんこんな車を特集してほしいなど何でも結構です。お待ちしています。私 C3PO と申します。おい R2、 どこか出かけますか。え、こいつに乗ってそんなに遠くまで。この乗り物だって私たちと同じ、電池が切れたら動きませんよ。大丈夫なの。それは電池が切れてもハイブリッドで走るプリウス PHV。 プリウス PHV は全てのトヨタのお店へ。お気に入りのアナログ版、書き味絶妙な万年筆、とことんこだわる俺が出会ったカーナビ、フィット、セレナ、ステップワゴンに美しくジャストフィット、高画質8インチ大型液晶を搭載、専用アプリでスマホにもつながる、パナソニックストラーダ L シリーズ。小さいのにサクサク走る気持ちのいい乗り物ができました。軽自動車は走らないという思い込みをこの1台が変えていきます。ニューネクスト日本乗り物、プレミアムな軽 N1 誕生、ホンダ。さて今週のザ・モーターウィークリーはホンダ N1 をピックアップしてお送りします。 AC さん、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。N1 昨年の秋に発売になったんですよね、はい、でホンダの N コンセプトシリーズの第3弾ということで、はい、ちょっとまずはですね、その N コンセプトシリーズおさらいからお願いしたいななんて思うんですけど。そうですね、もともとホンダって、まあ、軽自動車ずっとやってきてるんですけれども、はい、ここ数年、まあ、2000年代入ってからですね、コンパクトカーの方に、力を入れていたんですね、はい、ピットとか、うん、で軽自動車はどちらかというとちょっとこうメインストリームじゃなくなってきてたんですけれども、やっぱり今日本って軽自動車すごく売れてるじゃないですか。で、この地元で軽自動車に気合を入れなくてどうすると、うん、伊藤社長が結構活を入れたらしくてですね、はい、去年発売された Nボックス から、まあ、全く新しい考え方で、新規にまたプラットフォームとかエンジンとか作り変えて、あと工場もですね、鈴鹿工場、まあ、うん、自分のところでちゃんと作りましょうということで始めたものですね。Nボックス、Nボックスプラス、そして N1 というふうに、ね、はい、来てますけど、N コンセプトの第3弾、ユーザーターゲットが面白いというか、はい、ちょっとこう、
欲張りなのかななんて思ったんですけど、軽自動車ユーザーはもちろんのこと、これコンパクトユーザーまでもターゲットにしてるって伺ったんですけど、はい、あの軽自動車って、セカンドカーだったり、都心だと一家に一台ぐらいなんで、うん、軽自動車より普通車を選ぶ傾向にあります。で、まあ、軽自動車自体もそういうことを見越してか、まあ、あんまりこう、ロングドライブとかに向いてなくて、逆に街中使いやすいかなっていう車が多いですね。で、そこで N1 の場合は、ちゃんとファーストカーとしても使えるように、うん、軽自動車だからっていうなんかこう、エクスキューズがないようにっていうふうに作ってますね。あ、そこまたすごく気になるところ。うん、ね、それもまたすごいんだろうな、なんて思うんですけど。まずデザインからいくと、はい、昔のあの、ホンダの軽自動車、はい、N360、はい、これをイメージしてるんですか？そうですね。この N360 は、1967年3月に発売なんですけれども、はい、まあ、僕がですね、1967年3月31日生まれです。あ、そうなんですか、はい、だから全く同い年で、まあ、僕が、物心ついた頃家にあった車が赤い N360 でした。なんかちょっと気になる車なんですよ。すごく。なんかそういうね、つながりがあるだけでも。新しい N1 見た瞬間に、なんか、ああ、子供の頃後ろの席で横になって寝て、富士山とか行ったな、みたいな、ちょっとそういう懐かしい記憶が蘇りましたね。まあ、すごく独特なね、うん、まあ、顔をしてるなって初めて見る人だったら思うかもしれないんですけど。そうですね。だから僕ら世代より上の場合は懐かしく感じるだろうし、うん、まあ若い人が見たら、なんだこの新しい感覚のものはっていう風になると思いますね。そうですよね。うん、で、N360 をその知らない若い世代の人たち、はい、なんだこれはと思う人たちも、あの顔だったらすぐ覚えられるから、はい、N1 だ、N1 だってこうね、うん、なんかその、すごく愛着が湧くんじゃないかなって。そうですね。都会ではあんまり軽自動車の需要って高くないんですよ。はい。だけど、まあそれはですね、なんかセカンドカー風情だったりするからかなと思っていて、うん、N1 だったらちょっとこれ形だけでも欲しいなと思って、はい、都会でもだんだんこう軽自動車が広まっていくかなという気はしますね。うん、あと、クラスレスなんですよね、おそらく。はい、先日ちょっとロサンゼルス行ったんですけれども、はい、ロデオドライブっていう、まあ、ブランドストリートがあって、そこはもうとんでもない高級車ばっかり走ってるんですけれども、うん、まあそこに今のミニが通ると、全然悪くないんですよ。負けてないんですよ。これはね、ゴルフだとちょっとなーってなるんですけど、はい、ミニだと不思議と OK。ああ、それはなんでなんですかね。なんでしょうね。やっぱりクラスレスな感じがするからだと思うんですけれども、まあ、N1 も同じような状況になるんじゃないかなと思ってます。まあ、銀座の三雪通りとか通っても、大丈夫じゃないかなと。堂々としていられるんじゃないかなという気がしますよね。ああ、なるほど、なるほど。うん、はい、で、実際その N1 に乗ったね、はい、スタッフも乗ったんですけれども、なんかすごくその、リアシートとか、うん、すごく広かった、乗りやすかったよって話を聞いたんですね。はい、なんか、ホイールベースがフィットよりも20ミリ、2センチ長くって、リアシートのニースペース、膝周りがフィットよりも4センチ広いっていうことで、はい、これ結構、広々快適。まあそうですね。N1 はですね、N360 のデザインをリスペクトしただけじゃなくて、思想的なものも受け継いでるんですね。はい、思想的なもの、はい、まあその MM 思想っていうんですけれども、はい、メカ、ミニマム、マキシマム。うん、どっちが先だったか今忘れたんですけど、うん、要はですね、メカ部分は小さくして、人が乗れるところを広くしましょうという思想が N360 の頃からあるんですね。その頃からなんですか。はい、まあだからそれをまんま受け継いでセンタータンクレイアウトにしているし、あと新しいエンジンとかトランスミッションはこう前後長を非常にこう短くしてですね、はい、なるべく室内が広く取れるようになってます。いや本当にさっきもねお話にありましたけれども、そのクラスレスっていう部分も含めて、軽自動車には乗りたくないなーっていうふうに思ってた人たちも N1 なら乗りたいっていうふうに思うんじゃないかなっていう。そうですね。まず形がそうだし、はい、まあ、今回僕も乗ってきてますけれども、まあ、いろんな部分でそういうところを感じました。全てが軽自動車を超えた車っていうのをね目指したっていうお話をちょっと聞いたことがあるんですけど、はい、そのあたりじゃあ含めて実際どうなのか、はい、石井さん乗ってきていただいたということで、インプレッションをですね後ほどたっぷりとお送りしたいと思います。 The Motor Weekly。 私 C3PO と申します。
おい、R2、どこか出かけますか？え？こいつに乗ってそんなに遠くまで？この乗り物だって私たちと同じ。電池が切れたら動きませんよ。大丈夫なの？それは電池が切れてもハイブリッドで走るプリウス PHV。 プリウス PHV は全てのトヨタのお店へ。小さいのにサクサク走る気持ちのいい乗り物ができました。軽自動車は走らないという思い込みをこの一台が変えていきます。ニューネクスト日本乗り物、プレミアムな軽 N1 誕生。ホンダ進化はナビゲーションを変える。洗練されたデザインと充実の機能、パナソニックのカーナビゲーションストラーダならスマホアプリココイコを使ってリアルタイムに検索したスポットを Bluetooth で一発送信、あとはナビにお任せ。パナソニックストラーダ、スマートに走る未来へ。 The Motor Weekly。 今日はホンダ N1 についてお送りしていますが、石井さん、はい、インプレッションを取ってきていただいたということで、はい、インプレッションはターボモデルの N1 ツアラー。そうですね。だったんですよね。はい、内装がこれちょっと豪華なプレミアムモデルになるというふうに伺ってます。ボディカラーは黄色いボディにルーフがブラックという。うん、結構可愛かったし、うん、目立ちましたよ。目立ちそうですよね。なんかね、パーキングエリアとかで結構声かけられたりとかしますよね。あ、本当ですか。うん、どんな風になんか、あ、かわいいみたいな。そうですね。あと、まあ、おじさまには、これ俺も乗ってたんだよ、的なことを言われたり。ちょっと昔話も入りつつみたいな。はい、あ、やっぱすごいんだ、N1 目立ちますね。うん、さあ、ということで、まあ、ぜひ番組サイトでね、石井さんインプレッション撮られた車は確認していただきたいんですけれども、早速、音声インプレッションをお送りしたいと思いますが、軽自動車らしくない作り、走りだというふうに聞いてますが、一体じゃあどんなものなんだろうってすごい興味があります。そのあたりをたっぷりと音声レポートでお楽しみください。さあ今日はホンダ N1 に試乗します。もうコックピットに座ってるんですけども、ちょっとドアの音を聞いてほしいんですね。今開けます。このタンっていう音、今わかりましたかね。結構最初びっくりしたんですけれども、軽自動車としてはかなりこのドア閉め音が、なんて言うんでしょう、高級感あるというか、安っぽさがないですね。で、インテリアなんかも、決して高い素材を使っているわけではないんですけれども、安っぽくないとか、まあいろいろそのプレミアム系って名乗ってるだけのことはあるなと思います。じゃあ早速エンジンかけていってみましょう。もう4000回転も回ったら相当速いですね。高速道路でもなければ使わないぐらいです。ちょっともうちょっと一回スピード落としてみようかな。やっぱりこの3000回転以上のところ、下級がぐっと盛り上がってきて気持ちいい加速しますね。今ワインディングロードに来てるんで、ちょっと上り坂なんですけれども、全くパワーに不満ないというか、十分速くて、ちょっとこうホットハッチみたいな走り方をします。ちょっとじゃあ加速してみましょう。今5000回転6000回転です。それなりに勇ましい音はしてるんですけれども、全然音量は大きくないですし、嫌な音は聞こえないですね。この辺もちょっと軽自動車らしからぬ、まあ、プレミアムな感じと言っていいんでしょうか。あとですね、直進安定性もいいですね。こういう背の高い車は結構横風とか、道路のボコボコなんかでこう外乱っていうんですけれども、そういうのを受けてこうフラフラしがちなんですけれども、やっぱりこれもね、サスペンションがしっかりしてるからでしょう。全然ふらつき感がないですね。これは高速道路、ロングドライブなんかにも向いてる軽自動車と言えるんじゃないでしょうか。石井さんの N1 インプレッション聞いていただきましたけれども、まず
音がすごく印象的というか、なんか迫力あるなーなんて思ったんですが、いかがですか？エンジンの音ですか？うん、そうですね、いい音はするんですけど、車全体としてはですね、軽自動車としては非常にこう静粛性を頑張ってはいますね。あ、だからね、全然うるさくないんですよ。そうなんですね、はい、じゃあ室内で運転されてて、すごく静かな感じ。そうですね、ガチャガチャとかキュッキュッとか、なんか安っぽい音が軽自動車ってするようなイメージなんですけれども、はい、まあ、そういうのがすごく抑えられてますね。なるほど。オンレポを取ったのはターボモデルですけれども、はい、石井さん NA にも試乗されてるんですよね、はい、ターボと NA っていうのはそれぞれどんな印象なんですか？まあ、当然速さはターボの方がいいですよね、うん、で NA はまあ必要十分といった感じです。ただ最近ですね、燃費性能をすごく突き詰める車が多いじゃないですか、はい、そうすると、まあ、CVT トランスミッションなんかが、まあ、走ってるとすごくハイギアードになってエンジンが低回転になってちょっと走りづらかったり、ゴロゴロ行ったりする車が多いんですけれども、うん、N1 のこの NA の車はですね、すごくその辺の CVT の制御が良くて走りやすかったですね。いや、なんかすごく楽しそうだなっていう感じが、はい、あったんですけど、 NA の方は非常にこう自然な運転感覚が気持ちいい車、はい、でターボはですね、まあ速さは魅力ですし、結構ターボ感をですね強調してるんですね。ターボ感、最近のターボってターボらしくないようにするのが、なんて言うんでしょう、トレンドというか、うん、急にパワーが盛り上がったりとか、低回転ではあまり加速が一瞬鈍かったりとかっていうのが、まあ、昔のターボの悪い癖 で、はい、でそれをどん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 良くしたのが最近のターボなんですね、うん、そうするとこうフラットであんまりこう特徴のない、エンジンになりがちなんですけれども、N1 のターボは結構ターボっぽい。ああ。なんかね、ちょっとやんちゃなんですよ。あ、そうなんですね。グイって出るっていう感じですね。ええー、いや、ちょっと私逆にそれ、はい、乗ってみたいなって。そうですよね。思っちゃう。だからこれも昔の N360 って、他のライバルの軽自動車より、全然エンジンのが高回転型でパワーがあったんですね。うん、はい。なんかそれに近いのかなと。まあ、今パワーとしては64馬力でみんな軽自動車のターボって横並びなんですけれども、うん、そのパワーの感じさせ方が、面白いかなと思いますね。いや、それは気になりますね、うん、またで石井さん、直進安定性もすごいなんていうねコメントがありましたけど、ね、まあ、N1 も少し背が高くてハイトワゴンっていう、まあ、ジャンルに入ると思うんですけれども、そうすると高速道路なんかで横風の影響とかすごい受けやすいんですね、はい、でも街乗り重視のサスペンションだと横風受けるとフラフラしちゃってまっすぐ走りづらいっていうのが、うん、まあ、普通の軽自動車のハイトワゴンです、うん、でも N1 の場合はサスペンションかなりしっかりさせてるんで、強風が吹いてる高速道路でも安心して走れましたね。いやー、そしたらもうロングドライブっていうね、そうですね、話ができますもんね、うん、まあ、東京から京都行くとか全然嫌じゃないと思いますよ。いいだろうな、なんか顔も可愛いし、はい、N1 でちょっと京都まで行ってみようかっていうの。そうですね、京都の細い道とかね、ちょっと入っていきたい感じですよね。いいですね、いいですね、そうか、本当でも軽自動車で買うときに気になるのって高速どうなのかなっていうの ね、ありますよね、はい、セカンドカーだったら、まあ、そこはなくてもいいかとか、うんうん、まあ、逆に街乗り重視で的を絞った方がやっぱり乗り心地が良かったりとか使い勝手も街では良かったりっていうこともあるんですね、うん、N1 は、まあ、それに比べると、まあ、ほんのちょっとだけ硬く感じることがあるかもしれないです、乗り心地で、はい、でもその代わり高速域とかあと、まあ、ワインディング走ったりしても結構楽しく走れちゃうし、うん、まあ、そういうメリットがあるんですね。いや、なんかいろいろ今もお話聞いてて、 N1 とだったらどこに行こうかなみたいなことを考え出しちゃってる自分がいるんですけど、石井さん、ちょっとまた細かいことなんですが、はい、一部のグレードではタイヤが15インチのものがありますよね。で、14インチと15インチって乗り心地の差っていうのはあるんですか？ありますね。15インチの方が当然大きいですから、まあ、僕らの言い方だとバネ下重量があるんでって言うんですけれども、はい、まあ、ちょっとタイヤが大きくて重くなるわけですから少しバタつくところはあります。ただ、14インチの方が
燃費重視のタイヤなんで、はい、ここも細かいことなんですけれども、燃費重視じゃないタイヤの方が当たりがマイルドなんですよ。わかります？当たりがマイルド。はい、道路の路面のまあ、こううねったりこうボコボコしたりしてるじゃないですか。はい、そういうところのこうタイヤとのこう当たり方がマイルドになるんですよ。あ、ガツガツしてない。そうそうそう。うん、だから15インチの方がそういうところはマイルドで乗り心地がいいかな。あ、はい、さあでもなんかお話聞いてると非常にもうよくできた車っていうのがね、わかるんですけれども、買うとなると迷うのかなということで、ターボか NA か、どっちがいいのかなっていうのをまず迷うかなと思ったんですが。そうですね。はい、でも、N1 っぽいって言ったらターボかなという気がしますね。あと、他の軽自動車は NA とターボ両方用意しているモデルが多いんですけれども、はい、N1 の場合は、まあ、どういったグレードでもターボも NA も選べるようになってるんですね。だからその特別視してないというか、おそらくですね、開発陣もターボに乗ってほしいって気持ちが強いような気がしますね。まあ、ターボだったらコンパクトか、まあ、フィットとか、まあ、あるいはその今輸入車だとアップとかその辺とこう戦いたいんじゃないかなと思いますね。あ、で戦うにはやっぱターボが必要かなと思います。なるほど。このターボも昔は軽自動車だけど速いよみたいな、ちょっとやんちゃな男のための車みたいなところありましたけれども、はい、この N1 の場合は最近よく話が出るダウンサイジングコンセプト、もともとは大きい排気量の車を排気量小さくしてターボつけて、うん、燃費も良くしてパフォーマンスも良くしましょうというような考え方の車に近いんですよ。そうか。いやいや、ちょっとなんかどうしようかな、なんか色どうしようかなっていうところまで今来ちゃったんですけど。もう買うんですか、ね、いやいやっていうくらい今石井さんのお話聞いてるとなんかすごくリアルに、あ、いいな N1 ってね思ってきちゃうんですが、カラーバリエーションもね、でも石井さん結構可愛いっていう話聞いて、ね、なんかモノトーンが11色でルーフ違い、ルーフの色違いのツートンが5色っていうことで、はい、石井さんさっきイエロー、はい、いい感じだった、目立ってましたって言ってましたけど、あと好きなのは、はい、ボディカラー水色にルーフ白とか、うん、あれ可愛かった、うん、確かに、はい、私もう一つ気になってた色があったんですけど、はい、ポリッシュドメタルメタリックっていう、黒っぽくってでもグレーっぽくってっていう、すごいシックで、はいはい、うん、おしゃれな感じの色だったんです。 N1 だったらポップもいいなと思ったんですけど、あえてちょっとダークな色で、なんか硬質感がありますよね。そうですそうです。だからそのなんでしょうね、古いカメラとか、うん、なんかそういう機械的ないいもの感があるかもしれないですね。ね、うん、ちょっとまだまだ私聞きたいんですけど、はい、最後に、N1 って全車 CVT ですよね。はい、これマニュアルがあったら面白いなって思いませんか。そうですね、結構スタイリング、オプションで、昔のN360 のレースバージョンみたいのにあったストライプを入れた、はい、カラーリングとかあるんですよ。はい、で、この辺は、まあ、本当にこう走りを楽しむための形、格好ですから、うん、ちょっとね、CVT も悪くないんですけど、マニュアルでホットハッチみたいに走りたいですね、この車。ねえ、うん、面白そうですよね。いやー、ちょっとこういろんな行きたい場所もいろんなイメージもどんどん膨らんできてしまってる私ですけど、 N1 すごく魅力的な車だなと思いました。今回のザ・モーターウィークリーはホンダ N1 についてたっぷりとお送りしました。いかがでしたでしょうか。石井さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ホンダの伊藤社長が昨年の秋の記者会見の時にですね、 N1 を皮切りにして、はい、2015年までに軽自動車で6台リリースすると、はい、話されていたそうなんですけど、これ N1 もすごく魅力的だし、でさらにその楽しみな車種も出てくるのかなっていうワクワク感が。そうですよね、まあ、スポーツカーを作るという話ですよね。おお、まあ、昔ホンダビートっていう車がありまして、はい、あれも結構楽しかったし、未だにみんな大事に持ってますからね。となるとそのビートのようなような車が出てくるんじゃないかなと思ってます。うわー、今日またね、メッセージいただいてオープニングでご紹介しましたけど、はい、今この放送を聞いて N1 いいじゃんって思っていて、ビートのようなって聞いちゃうとね、またそこで迷っちゃったりもね。そうですね。まあだからスポーツカーの場合は、まあ他に車も1台持っていて、
セカンドカーとして趣味の車として買うっていうのに最適ですよね。で軽自動車だったら維持もちょっとお安いし、うんうん、で N1 の場合はちゃんとファーストカーとしても使えるし走りもそこそこ楽しいというところじゃないですかね。ねえ、ファーストカーとしても使えるっていうところがすごいなってやっぱ思いました。そう、ぜひね、なんか N1 ってロングドライブ、はい、いいな、行ってみたいな、なんてね、思いましたけどね。はい。石井さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ホンダ N1 のインプレッション写真などは番組ブログに掲載しています。ぜひチェックしてみてください。そして番組では皆さんからのメール募集しています。番組へのご意見やご感想、今乗りたい車、番組で取り上げてほしい車などをぜひ教えてください。アドレスは mw@interfm.jp mw@interfm.jp です。お待ちしています。ザ・モーターウィークリー、お相手は藤本恵美里でした。また来週。